通知、 JDF の無線通信を傍受します。鳥獣により攻撃を受けてる。鳥獣よ、役立つに狙われてる。 JDF 落として、落として。信号トラッキング中、分析完了。座標をアップロードします。が来なければみんな死んでた。これで今後巡回中の JTF を狙わないようになるといいかな。警告、敵が接近中。敵が接近中。何かないのか。ここにきっと何かあるはず。前だ。どこで油売ってた。すまない、面倒に巻き込まれて遠回りせざるを得なかったんだ。で、何を持ち帰ってきた。その何もない、数が多すぎた。置いて逃げるしかなかった。何もないだと、慈善事業だとでも思ってんのか。俺たちが身を危険にさらしてるのはお前なんぞやただ飯のためか。いや、そんな、すまない。しっかりしろ、追い出されたいのか。お荷物に居場所はない。これが最後の警告だからな。
警告、敵を探知しました。注意、付近に再生不能なエコーがあります。注意、機能しているエコービーコンを検出。この寒い中、なんでお前を待たなきゃならない。くそ、寒すぎる。黙って路地を見張れ。
リー、ヘザーよ。よかった、すごく心配してたのよ。どこにいるの？どうしたの？それが、そのちょっと無線をアパートに忘れちゃって。でも大丈夫、ある男のせいでちょっとギターをダメにしちゃったけど。なんでって、いや、まあいいわ。エサ聞いて、あなたを無事に連れてくるために護衛を送るわ。そこでじっとしてて、動いちゃダメよ。早いわね。もうここを離れていい？エージェント、これは私にとってものすごく大事なこと。 JTF のパトロールに連れてこさせるけど、あなたには借りができた。大きな借りが。感謝の言葉もない。また連絡する。ラウ、アウト。注意、付近に再生可能なエコーがあります。
り込んだやつに、このクソ。エージェント、忙しい？問題が発生したのよ。誰かのせいでアンテナがおかしくなってる。あなたならアンテナにも欲しいわよ。教養があって賢いから。このレディのために直してくれない？辛いのはわかるよ。わかる。あんな目に遭うなんてひどすぎる。やつはどの道助からなかった。分かってる。こうなるとは思ってもいなかったろ。ね、見事な働きだったわ。おかげですっかり治った。ああ、ベニーもこんなに器用だといいのに。